俺は毒一家でデビルハンターをやってる。先生と呼ばれると気持ちよくなれるから先生と呼んでくれ。好きなのは酒と女と悪魔を殺すことだ。はあ？お前たちの筋肉と骨の仕組みは俺たちと同じだ。首の骨を折れば動けなくなる。人間様と違うのは血の匂いじゃ。血を飲めば復活するとこだな。ちくしょう、何しやがるてめえ。マキメにお前たちを鍛えてくれと頼まれた。デンジ。男の方は不死身、魔人の方は半分不死身。とっさに人の頭をぶん殴れる脳みそを持っていて、二人に人権はない。俺はガキの頃から力が強くておもちゃをすぐ壊しちまう。だから壊れないおもちゃが欲しかったんだ。俺がお前たちを最高に生かした奴らにしてやるよ。寝るから帰る。明日家に迎えに行くからな。俺は今日何回殺された？20回以上じゃ。ウヌが死んだ時大体わしも気絶しとるから正確には分からん。あいつらの家は確か。この血の匂いは来たな、アルチュージジ。俺たちの日常を壊すやつは死だ。超インテリ作戦開始じゃ。おお、血の武器か。頭狙ってきやがった。待ち伏せしやがって。今度は俺が狩られる側ってわけだな。今までで一番良かったぞ。
追い詰められた獲物は頭を使うもんだな。もっと頭を使え。今回の敗因は二つ。パワーは今の戦い方だと血を使いすぎて本体が貧血になることと、デンジが俺の攻撃を予測できなかったところだ。今回は良かったからもう終わりだ。俺は飲みに行く。パワーか。もう終わりだって。ラッキーじゃん。狩人の言葉を信用するな。